違うでしょって。あ、違いました。すいません、すいません。今から、はい、州代表の女子の練習に行きたいと思います。現地時間は4時30分でございます。皆さん、これが自分たちがやることです。朝早く起きて寝る時間を惜しんでインドネシアの子たちにラグビーの楽しさを教える、これが僕のファッションだ。今日のメニューですが、いろいろ考えましたが、なんと教会からやるメニューはフィットネスということが判明しました。いやー、ですね、ラグビーコーチングだと思いましたが、ドラゴンズの朝練だね、これは。誰が5時から走るんですか。インドネシアはすごいです。ではフィットネスやっていきましょう。いやー、はい、ラグビートレーニングだと思ってたんですけど、フィットネスだったということで、みんなで一緒に頑張って走りたいと思います。今、柴田さんの鬼のフィットネスをやっております。ウセギュー、ウセギュー、ウセギュー、オッケー、スマイル、センユー、センユー、センユー、満タン、センユー、センユー、センユー。このメニューのフォーカスポイントは、最初のボールをキャリアがしっかりと黄色、緑のマーカーまで走ってからパスすること。あとはアーリーキャッチ。アーリーキャッチをすることでパスも速くなるし正確になります。なのでパスは、このメニューするときはしっかりとファーストボールキャリアは緑のコーンまでダッシュ。で次にアーリーキャッチを意識させて、そのまま速く完成します。杉浦さん、今日ハプニングもありましたが、はい、どうでしたか。いや、の練習は、まあ、そのハプニングの中でもやっぱりこの柴田トレーナーが全力を尽くしてくれて、彼女たちがねすごい一生懸命やってくれる姿を見て、僕はすごいハッピーな気持ちになりました。ハッピーになりましたが、はい、じゃあ最後インドネシア語で、はい、一言締めてください。あー、テリマカシバニャクセカリサンパイケテムラギア。日本語で言ってください。ありがとうございました。また会いましょう。はい、ありがとうございます。はい、まあ、あの子とはどういう関係でしょう。どういう関係だ、あの子って。あの、さっき話したことは、ああ、普通に指導者として、うわ、指導者と生徒ですか。禁断の子ですか。禁断の子ですか。あの、杉浦さんから見て、なんか結構ちょっかいとか出されてますけど、どう思ってますか。お、来てるなっていう。これワンちゃん好きなんじゃないかと、杉浦さんのこと。あるかもね。あるかもしれないですか。え、インドネシア来てよかったですか。よかった。モテ落ちてもんね、今。もう一番来てるかもしれない。人生のモテ期。人生のモテ期。人生のモテ期。